ラストがお願いします。もう一度一球繰り返して解説いたします。相手はまずタックルに行きます。素早く足を引いてタックルを守ります。同時に右手で相手の左の袖を取り、そして自分の左手は脇から差して振り回します。そのまま左に回転しながら奥に手に締め、体重を全部首にかけて回転してますので、相手は止まらずタップするしかない、およびするしかないという状態になっています。さあ続きまして2つ目のタックルです。遠心回転おなじみの両足のスイング、ダブルカッティングキックですが、
これは南川館長が独身時代柔道の足場台に引っ込めて出した技でございます以上、休憩終わりました。ネタ合唱をお送りください。